新シーズン寒い冬編がスタート。ミスコンミスターコン出身の美男美女や、イケメン継続メンバーさんざと達也の登場に、スタジオメンバーも大興奮が止まらない、映像。ミスコンミスターコン出身の美男美女勢揃い。一番モテるのは、毎週月曜日夜10時から放送中のアベマ、ヒョウ、好きになりました。通称、ヒョウ好き。16日は寒い冬編第1話が放送。ヒョウ好きとは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介、ノンスタイル、ヒカス、大友花恋、中川大輔。今回参加するのはこのメンバー。女子メンバー、継続、リサ、坂本リサ、高2、千葉県出身、小夏編に参加、新規。美咲、佐野美咲、高3、東京都出身、あいみ、伊藤あゆみ、高2、愛知県出身。小春、クロエシンオン、高2、福岡県出身、男子メンバー。継続、達也、南平達也、高3、東京都出身、座南編に参加。三座、久保田さん、高3、福井県出身、座南編に参加、新規。京平、船山京平、高3、千葉県出身、大使、曽我部大使、高3、東京都出身、春人、大枝春大、高3、神奈川県出身。ミスターコーン&ミスコンが勢揃い、知り合い同士で、久しぶり、意味深発言も。女子1人目は、三座に継続に来てほしいという美咲。女子2人目は達也の継続を期待するギャルあいみ。あまりの爪の長さにスタジオ井上も、爪すごいことになってる、と目を丸くする。女子3人目は美咲と同じく三座の継続を希望し、人生初の彼氏を見つけに来た、という清楚系女子で、女子高生ミスコン2022、準グランプリの小春。そして女子メンバー最後は小夏編からの継続メンバーリサ。続く男子1人目の京平は、男子高生ミスターコン2022、グランプリで、スタジオが、スタイル良すぎ、かっこよ、顔ちっちゃ、と大興奮する中、京平箱春を見るや否や目を見開き、え、マジで、と驚いた様子。バル、さらに、京平は、小春が一番びっくりした、とあだ名で小春を呼び、その後も、小春間近、と意味深な、あだ名呼び、で、終始落ち着かない。男子2人目、正発大使の登場にスタジオは、韓国系、高校生に見えない、大人っぽい、と感嘆が止まらない。そして男子3人目の春人も、小春に気づくと目を見開き、一瞬立ち止まるなど驚きを隠せないが、それもそのはず、春人は男子高生ミスターコン2022、準グランプリなのだ。そんな春人は、京平から、小春言います、と話を振られると、ガチで言ってるの、俺多分そこ飛び込めるで、と近くの川を刺し、興奮を抑えきれない様子。